女優、足立由美が24日、第2子を妊娠したことを発表した、この日、自身のブログで明かしたもので、皆様にご報告がございます。この度、新しい生命を授かりました。ただいま妊娠5ヶ月になります。今後は体調と相談しながら、お仕事もさせていただきたいと思っております。主人も長女も、新しい家族の誕生をとても楽しみにしております。無事に誕生してくれることを願って、大切に育んでいきたいと思います。と綴った、足立は、2014年11月に現在の夫であるカメラマン、桑島智樹と再婚、9年1月に、離婚した最初の夫、お笑いコンビ、スピードワゴンの、井戸田潤との間には、6年4月に、第1子の長女が誕生している、